はい、どうも、うずです。今回のお話はニコンの話題の ZFC のお話、改めてやってみたいと思います。この動画は7月中旬に公開しているんですけれども、この後7月下旬に ZFC は発売される形になります。で、現在は予約受付中、となっておりまして、まあ、そもそもニコンの ZFC って APS-C 機としてすごく人気、話題になっているカメラで、ニコンの公式サイトではね、7月9日の時点で 16-50mm のレンズキットは供給不足により予約したお客様の一部の方にはちょっと発売日に行き渡らないってことも公式に出されてるんですね。それぐらい人気です。まあ、単純に在庫がいっぱい作れないってところもあるかもしれませんが、まあ人気です。まあそんな人気のニコン ZFC なので、ネット上でも、まあカメラファンの中では結構話題が高く、多くの方が気にしているというカメラになっていて。で、もちろん私が前挙げた YouTube 動画のコメントもたくさんいただきましたし、価格 .com の口コミサイトとか見てても、よりマニアックなコメントがいっぱい出てるわけですね。なので、今回の私の動画では、それらの話、まあ私の YouTube コメントも含めて、このようなセリフがネット上にありましたっていうところに私が勝手にちょっと回答していくっていう、そういうスタイルの動画を、まあ短い動画なんですがやってみようと思います。まずですね、ZFC は富士フイルムの2番煎じ。フィルムシミュレーションがあるけど、ニコンは何があるんだいっていうことをね、言われてる。これちょっとどこのサイトだろう。.com かな?はい、なんですが、ニコンには、クリエイティブピクチャーコントロール。これが現在はございます。ミラーレスカメラ。私もニコンのカメラをお借りして、撮影、ちょっとサンプル用意するときって必ず使わせてもらうんですけど、かなり20種類ぐらいあるんですかね。まあ、いろいろと雰囲気のいい写真を撮ることができますので、結構気に入っております。まあ、ただこれが富士フイルムのフィルムシミュレーションの魅力にかなうかというと、まあ、そこの部分はちょっと、ね、皆さんのちょっとご想像にお任せするって感じになっちゃうんですけど、富士フィルム強いな。お任せするって言って、ボロッと言ってるよね。はい、あとは APS-C 機でもいい。ただ、ボディ内手ブレ補正は欲しかった。ここの部分はね、確かに、同価格帯ライバル機っていう言い方をすると、まあ、私が見てる中では、やっぱり富士フイルムの XS10、これが近い商品かなと思うんですよ。XS10 はね、12mm、45mm のレンズキットが現在13万円くらいで、13万円下回る価格で購入できますので、かなりお買い得感が高いカメラです。それでいて、ボディ内手ブレ補正が入っていて、カメラデザインも特に悪くない。強いですね。に対して ZFC は、現在、北村さんのネット価格で、13.5 万円ぐらいかな出てますので、16-50mm レンズキットが。で、考えるとやっぱり同価格帯ライバル機、APS-C 機と考えると、ボディ内手ブレ補正が入ってないのに引っかかる方がいるのもよくわかります。まあ、ただ、ここに関してはこの後のピックアップしたセリフがあるんですが、フィルムカメラのデザインが好きな人には嬉しい。それが ZFC というのがありまして、まあそうなんですよね。ZFC に関しては PR ポイントは一番はそこなんですよ。フィルムカメラに寄せたデザイン。まあ、富士フィルムの XS10 がそうではないっていうわけじゃないんですけど、特にそこを強調して出してきたデザインが ZFC なので、そのデザイン面の魅力が、ボディ内手ブレ補正がある XS10 を上回るという見方をする方も少なからず、いや、逆に多くいらっしゃるので、はい、そこが魅力ですね。はい、その通りですね。で、次が、クラシカルな雰囲気が良い、女性層へも良い印象だろう。はい。本当に女子受けが良さそうなデザイン。カラーバリエーション。私、ニコンのカメラとかレンズとかそういうのにちょっと問い合わせしたり、やり取りさせていただいている女性の担当の方がいらっしゃるんですけど、その方がね、この ZFC なんか持ってたら、カラーのね、やつ持ってたら、めちゃくちゃ似合うと思うんですよね。いや、持ってて欲しいですね。まあ、本人が買うとかではなく、もうニコンさんがその方に ZFC をね、提供すべきだと思うんですよ。勝手なこと言ってるけどね。いや、でもほんとね、似合うと思うんですよね。何色がいいかな?何色いいですかね?デザインで選ぶならいいんだけれども、レンズが少ない。ここやっぱりきますね。まあ、レンズに関しては間違いなくこの後増えていきますので、まあ安心して、信頼して買っていただければと思います。増えますよね、ニコンさん。あー、これ来たね。XS10 持ってなかったら買ってた。やっぱり来たね。やっぱり XS10 とバッティング。まあ、この方に関してはもう先に XS10 を買ってしまってたから、まあ、ちょっと今回改めて ZFC を購入するまではっていう話なんでしょうけどね。はい、ちょっと惜しかったですね。何が惜しいんだろう。はい、厳しい意見の方ですね。いろいろと富士フイルムの真似をしているだけ。なんかこのセリフ多いね。まあ、ZFC の発表によって、富士フイルムのカメラが再度
好感度、印象がアップするっていう、これが相乗効果なんですね。知らないけど買いです。これは素晴らしい。そんなあなたも素晴らしい。ニコンのカメライメージはプロ仕様、 ZFC が若い人たちの心を掴んでくれると嬉しい。本当にそう思います。ニコンってどうしても昔からね、ちょっとこうプロ機としてインパクトの強いカメラ多いので、なんか難しいねイメージがあるんですよね。そのカメラ知らなかったりね、買いに来る人なんか特にそうなんですけど、でも実際に触ってみると、まあ、操作系はニコン独特っていうところは確かにあるんですが、長い間にわたって洗練された操作系というのが、まあ、もうしっかり確立されていて、使い込むほどに納得できるカメラとなってるんですね。それがニコンのカメラ。だからニコンユーザーがなぜニコンのカメラを神格化するのか、まあ、それがニコンのカメラに対するこだわり、作り方による魅力、そこに引っ張られる人たちがいるっていう、それがニコン狂信者、狂信者って言っちゃったな、ニコン信者。まあいい意味でだよ、まあ悪い意味も含めちゃうけどね、はい、ニコンが一番って思われる方がいる理由は、ニコンのものづくりの素晴らしさ、それが分かる人たちがやっぱりそこにのめり込んじゃうっていうことですね。はい、といったように私の YouTube コメントもそうですが、まあ、他のサイトとかね、そういったものでもすごくニコンの ZFC に関してはカメラファンの中では盛り上がってるものになりますので、まあ、世の中の全体的なねコンテンツ、いろんなものからすればカメラってこうね、今一部のねものではあるかもしれませんが、はい、カメラファンの中ではめちゃくちゃ盛り上がってます。私もすごい盛り上がってます。まあだから買うわけじゃないんですけど、あの例えば娘がね、私の娘がなんかミラーレスカメラ新しく欲しいよパパって言ったとすると、私今現在は第一候補でこのニコンの ZFC をあげたいかなと思います。まあ理由としてはニコンのカメラのその信頼性と丈夫さ、まあ、ZFC に丈夫さをね求めるのはちょっと違うかもしれないんですけど、まあ、信頼性ですね。それと反対にそのボディ内手ブレ補正がねさっきないのがマイナスみたいなコメントがありましたが、私反対にこのカメラでボディ内手ブレ補正があるないのは、まあ、いい選択だったんじゃないかなと思ってるんですよね。で娘にあげたいカメラっていうのも XS10 より今回は ZFC を選ぶ理由がボディ内手ブレ補正が入ってないから、その方がなんか初めてカメラをこう使う人にとっては、まあ、カメラってねしっかりこう構えてしっかり固定して撮らないとブレやすいんだよっていうのを覚えるのに、まあやっぱり程よいんかなっていう、そういうカメラなんかでブレも楽しめるしね。うん、だから ZFC が今は娘にもし買ってあげるとしたらですけどね、候補になるカメラですね。そんなお金ないけどね。あ、そっか、ちょっとこれ私じゃ無理なんですけど、お金持ちのお父様おじ様なんかは若い女性へのねプレゼント品として ZFC なんかいいと思いますよ。いいんじゃないですかね。今ちょっと急に気づいたんですけど、だってねこれだけ空張り選べるおしゃれなカメラで可愛いし、それでいてクラシカルなデザイン、プレゼントされたらね嬉しいよね。女性の方ね、私の動画の視聴者の中には女性の方ほとんどいらっしゃいませんけども、はい、嬉しいと思うんですよね。まあ、だからやっぱ私がねお金持ちで愛人なんかがいたらね、このカメラをプレゼント品の一つとしてね用意すると思います。妄想の話ですよ。はい、今回の話はここまで。ちょっとね机の上にずっとオリンパスのカメラがあったんで、これ気になっちゃう方がいたかもしれないんですけど、まあ、この動画はね別にニコンの方から頼まれてる動画じゃもちろんありませんので、まあ、好きなようにちょっと話させてもらおうかなって動画でございます。まあ、実際ちょっとオリンパスのカメラをね先日まで色々試させてもらってて、ちょっといろいろ使っていたのでちゃっかりそのまま置いたままにしちゃいました。途中で気づいたんだけどね、カメラここ置きっぱなしだわって思って、まあいいでしょう。まあいいですよね。今回の話はニコンの ZFC の話ですからね。はい、ということで普段からカメラの話を中心にいろいろなガジェットの紹介とかゲームの話などをやってる私の YouTube チャンネルなんですけれども、こういったお話嫌いじゃなかったらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でバイバイ。まああれですね、早くワクチンが全国行き渡って、いろんなイベントとかね従来のものやれるようになるといいですね。この後ね、まあ、2022年になってしまうと思うんですけれども、私も、まあ、最近始めたメンバーシップを筆頭にいろいろやりたいこととかありますので、まあ、本当に日本全国ワクチン接種ほぼほぼね終わればちょっといろんなことできるんじゃないかなと思っております。はい、合わせてなんですけども、いろんなカメラのテストとかいろんなことをやってる発信情報っていうのを Twitter や Instagram でも行ってますので、ちょっと概要欄の方にリンクありますから、興味がちょっとでもねある方はぜひ Twitter、Instagram のフォローもお願いいたします。しばらくねこのセリフ言ってなかったんですけど、ちょっと久しぶりにそういった SNS のね活用も改めて、いろいろ考え直したいなと思います。よろしくお願いします。ではまた次の動画で。